どうもこんにちは、よすけです。G2 ストーブやナノストーブなどボックス型の焚き火台を作っているアメリカのアウトドアブランドファイアボックスですが、ガスバーナーもあるのをご存知でしたでしょうか。しかもこのガスバーナー、焚き火台に装着して焚き火台をバーナーのごとくとして使えてしまうというもの。焚き火台とガスバーナーの二刀流を実現するコンパクトなキャンプギアなんです。以前はトランギアのストームクッカー用のバーナーを同じ用途で使うようにファイアボックスのサイトで売っていたんですが、今年になってオリジナルのバーナーが発売となりました。名前がウッドフレームガスバーナー。日本には厳しい適合性検査があるので正規輸入は難しいと思います。あくまで並行輸入品のため自己責任で使っていますのでご了承ください。いわゆる分離型のガスストーブでして、付属品として2本のピンが付いています。ピンを G2 ストーブのこの穴に入れます。そしてガスホースをこのように上から入れて、 G2 ストーブの下の穴から出しまして、バーナーの本体をピンにパチッと止めれば OK です。ホースの先は OD 管に対応しています。キャンピングムーンから CB 管への変換アダプターも売っているので、これは一つ持っておくと便利です。ということで、これで G2 ストーブがガスバーナーとして使えるようになりました。鍋を乗せてみると、少し火と鍋底が近い感じもしたんですが、後ほど使った様子もお見せしますが、火がワイドに出るのでそこまで気にはなりませんでした。ファイアボックスの焚き火台には全て装着可能でして、軽量のフリースタイルにもこのように装着が可能です。フリースタイルの板が風防の役割も果たしてくれます。そして一番のおすすめはナノストーブへの装着です。これは本当に使ってみてよかったです。あまり大きな焚き火をしない夏のシーズンはこの組み合わせが最高でした。料理はガスを使って手早く行い、夜の晩酌タイムで小さな焚き火を楽しむことができます。伊豆大島のキャンプではこの組み合わせを持って行ったんですが、荷物もコンパクトになりつつ焚き火の風情も楽しめるので良かったです。装着にはナノストーブに付属しているピン2本を使います。この穴に斜めにピンを通しまして、上からホースを入れて横の穴から出します。この穴が少し小さいのでちょっと注意が必要です。ピンにバーナーをパチッとはめたら完成です。コンパクトすぎて大好きです。このバーナー重さはわずか 230g ほど、小さくまとまるので先頭飯盒にスタッキングして持っていってます。ベルモントのトレールカップを入れているこの横のスペースにぴったり収納が可能。そして中子にはカトラリー系を入れまして、蓋をするとしっかりと先頭飯盒の蓋が閉まります。さて実際に火をつけてみます。青い炎がこのようにワイドに出ます。これが最大火力。熱量は 2100W。 まあ日本製のバーナーの方が火力そのものは強いです。ただこのバーナーかなり弱火にすることができます。煮込み料理をする際なんかにはこの弱火はいいですね。そしてここが気をつけるポイントなのですが、ここに空気の量を調整するつまみがあります。
こを開放していると青い炎が出るのですが、ここを閉めて火をつけると、はい、なぜかでかい赤瓶になります。かなりでかいです。最初は何も知らずに火をつけたんですが、その時に空気穴が閉まっていたみたいで、めちゃくちゃ赤い炎が出てビビりました。これ故障でも何でもなくてですね、なんと観賞用の伝統的なオレンジの炎を出すモードだそうで、果たしてこのモードを使う人がいるんだろうかとも思うかなり謎な機能です。ただこのあたりの遊び心が、まあ、ファイアーボックスらしいといえばファイアーボックスらしいところです。まあほとんど空気の穴を開けて青い炎で使うことになると思うんですが、使用前に穴がちゃんと開いてるかどうか確認してから使った方が良いです。そして買って良かったなと思う最大のポイントがこちら、付属しているチタンのディフューザーです。これをガスバーナーのトップに装着することで、鍋底に炎が直接当たらずに熱を分散、いわゆるバーナーパッドのような役割を果たしてくれます。こちらがディフューザーをつけていない時の湯沸かしの様子。バーナー自体が火がそこまで中央には来ないタイプなので、比較的まんべんなく熱が鍋に伝わっていますが、ディフューザーをつけた時と比較してみましょう。ディフューザーをつけるとさらに熱が広範囲、先頭飯盒の蓋の外側から沸騰してきているのがわかります。じっくり焦がさずに煮込み料理を作りたい時なんかには便利ですね。そしてさらにこのディフューザーをつけた状態でファイアーボックスの専用の焼き網を用意。これを使うことでなんとガスで網焼きができてしまうんです。油が多少垂れてもディフューザーが受け止めてくれるので、バーナー本体を守ってくれます。用途としては焼肉もいいんですが、焼きマシュマロにも使えるとのことです。焚き火台と鍋料理、さらには網焼きもできてしまう、一台三役と言ってもいいと思います。唯一めんどくさいのは、焚き火をした翌朝にバーナーを使うときには掃除をしないといけないという部分ですが、まめに焚き火台を掃除する癖がついていいと思います。ファイアーボックスは魅力的な商品がたくさんあるんですが、どうしても並行輸入という形が多くなります。私はおじまるキャンプさんとハリケーンキャンプさんと一緒に本国のサイトから注文していっぺんに送ってもらいました。キャンプ仲間と一緒にギアを選んで注文するのも楽しいですね。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルではちょこっとライトで便利なギアやプチプラギア、そして自分がこれは欲しいと思ったギアを紹介しています。そしてたまに DIY でギア作りもしていますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。